けないかな。アルテカン必見でございます。紹介していきます。でコストコ購入品紹介します。ちょんでもちょっと今ご飯中なのでご飯出来上がったからちょっと先ほぐします。押しかぶってないけどいいね。これ何号今月いっぱい持たさなあかんな言ってたのに何号。それはほら冷凍用だから4号。冷凍できてんねんけど。いや足りん。はい、とりあえず混ぜました。紹介していきます。今日は全部で18点購入しまして、合計金額が8万9600円でございます。では一個一個やっていこうかしら。はい、ではまず、バスティッシュ2378円。見せて。ここが余ってるから。バスティッシュ逆な。バスティッシュ2378円。これはいつも買ってるトイレットペーパーです。なくなった時に違うの使ってたんですけど、ちゃんがまたコストコで買ってくれました。熱い要望があったね。はい、続きまして、ヴィンテージ口臭 720ml 498円。ヴィンテージ口臭、ヴィンテージ口臭、そうですね、これ、はい、498円。安いですね。え、700じゃない？え、498円なってない？長芋です。あ、間違ったわ。ヴィンテージ口臭、じゃあこれなんぼ。1298円。 あ、まあそうか、せ、うん、せやな。1298円。これはちゃんです。これ僕です、完全に、うん、ね、うん、ちょっとたまには日本産のワイン、たまには日本産のワインでも飲んでみようかなと思って。ちゃんが選びまして、ちゃんが飲みます。続きまして、長芋498円。なんか一本売りじゃなくなってんな。
300のこの3本入ってるやつにしました。変わったみたい、うん、でもコストコで置いてる長芋は質もいいから好きです。でトロロ私大好きなんでちょっと電気つけて、うん、トロロ私大好きなんで買いました、うん、はい。続きましてカバピュピトレブリュが738円、うん、これ、うん、これもうスパークリングワイン、うん、スパークリングワインです、うん、何でもよかったんです。別に顔が映ってないって別にこれでもよかったどれでもよかったんです。ただ安かったんで買いましたこれもちゃんです。ちゃんだけが飲みます。続きまして三陸カットわかめ 120g 1498円そう、これいつも買ってるわかめ、うちはこれ使ってます。なんやろね、なんでかわからんけどこれ使ってるよな、うん、量、まあ、高い、高い、値段上がったと思うねんけど、うん、たくさん入ってるし、たくさん入ってる、それは間違いない、うん、結構長持ちはするよね、うん、なんで使ってます。はい、よくわからんけどこれにしてます。ようわからんけどこれにしてます。はい、続きましてジョジョ園サラダのタレ899円。前々から買おうと思ってたやつ。はい、そうです、やっとゲットしました、うん、本当はね、本当はあの何だっけ、どこや、ビッグシェフ、うん、ビッグシェフのなんかこういう サラダのさあれが好きやったよな、うん、そうけどビッグシェフのがなんかチーズフレ、チーズあれ、うん、チーズなんかフレンチ、あんまりこう惹かれないやつ、うん、なんかそれしかね、うん、いつも置いてくれてなくなって、置いてくれてなくなって、うん、で後で紹介してんやけどロメインレタスを買っちゃってね、今回安くって、うん、ちょっと安くなってたよ、うん、でそれどのドレッシングつけるって悩んで、でももう今日ちゃんがこれちゃう言うて、これが今日買うときちゃう言うてこれ買いました。今まで買おうかなと思っててやめてたやつやな、うん、そう、でも美味しいで噂の、うん、とは聞いてるよね。あとで舐めてみる。あ、そうやね、うんそんな感じでした。で買ってみた。続きまして、クリネックスティッシュ10パック758円。これはいつもの定番です。結構入ってると思う。うん、枚数が。こんだけ入ってる。うん、質もいいと思う。しっかりしてると思うし、なんか肌触りも悪くないと思うから、これやね。うん。うん、一回買ったら結構持つし、うん、これって感じです。でも好き、これ普通か別にかもなく、不可もなく、かもなく、うん、不可もなく、うん、って感じです。続きまして割れてる甘栗1280円。じゃじゃじゃーん、これは私ですこれは私です。ちゃんがちゃんしか飲まへんやつとか買ってたから私も栗買いました。なんか変にお菓子か食べるよりかはこれがいいんじゃないって思ってこれにしました。久々に買った。久しぶし久しぶし、うん、久しぶし、うん、めっちゃ好きこれ、うん、美味しい、うん、別に安くはなってなかったです。1280円、どんどん上がってて。続きましてカットしめじ498円。じゃーん、まあ、別に安くはなってなかったけど、まあスーパーで買うよりかはちょっと安いかなぐらい、まあ、トントンやな、トントン、あんま買わなんかなって感じ、うん、まあそれでカットされてるね、そうそう切られてるからまあいいかな、うんうんうん、キノコちゃん好きなんでね、とりあえず、うん、ひたすら、うん、コストコにはもう
えのきがない言うて。ああそう、えのきがない。ずっと言ってた、うんうん、残念残念、ブナは買いました、うん、続きまして光有機塩熟 1.8kg 798円。じゃーん、うちのお味噌汁はこちらでできております。これもう本当にあの出汁もいらないし、うん、これだけで十分美味しい、うん、こんだけ。そうそう、結構持ちます、うん、だいぶ持つ、うん、だいぶ持つよね、一回買ったらだいぶ持つ。 1.8kg、うん、入ってます、うん、結構冷凍庫の容量占めちゃうけど、うん、まあそれでも十分美味しい、うんうん、別に、うん、塩熟これ美味しい。別になんか他のでもいいねんけど、まあでもこれ美味しいよ、うんうん、そうだね、うん、美味しい。こんな感じで一応これで味噌汁をしております。続きましてアスパラガス 450g 399円。これ久しぶりに買いました、うん、久しぶりに安くなってて、うん、試食コーナーでも試食させてもらって、うん、前からで美味しかったし、うん、安いししっかりしてるし長いし、うん、ね、うん、コストコの美味しいので買いました、うん、はい。次まして雪国エリンギ298円。じゃん、これ安くないですか。安くない、安いよね。だいたいこの2つとか3つ入って、うん、98円、うん、だからまあ、うん、量もいっぱい入ってるし、うん、安いと思います。安いと思います。これは安いと思ったので買いました、うん、じゃあ好きです、うん、ほんま好きよな、うん、ほんま好き。続きまして卵20個入り368円。じゃーん、あ、コストコで卵買うの珍しいよな。久しぶりやな。久しぶりよな。なんでこうたん、まあ、安いよな。安い、だって今だいたい 10p 200円超えるからな。うん、200円超える。200円超える、だからこれ2パック入ってるから、その 10p が、うん、で、3.68 3.68 184円ぐらいな、うん、ワンパックあたり、うん、まあ安い。でこれ大きいしな、L 寸、うん、L 玉。いや、サイズミックスやから。あ、そうなんや、うん、でもなんか大きく感じてた、うん、うん、ですわ。久しぶりに買いましたね、うん、ひたすら卵使った、うん、卵。お味噌汁に卵が好き。続きましてバリラジェノベーゼソース1480円。じゃーん。こちらはうち結構使うんですよね、うん、パスタには使わないんですけど、うん、結構使うで、うん、この前の引っ越しでもう全て食べ終わって処分したのでまた新しく購入しました、うん、3缶、うん、入ってて3本結構瓶でしょ。瓶です。すぐね、賞味期限は来るんですけど賞味期限切れても使っております。うちは、うちはです。うちはです。うちは、うん、うちは使えてるっていう感じで。そう、うちは、そう、耐性が強い。うちはそうです。なんか皆さん良い子は真似しないでください。でも結構持つってことです。続きましてどっちなん、賞味期限が浅いの持つの。え、結構よ、賞味期限ちょっと思ってるよ、タイム、ほら、まあ、ほんま、いや十分やで。え、何が2012年に、あ、じゃあ24年の12月や、うん、まあまあやな。でも3本やん。まあ、うん、続きまして金福からし明太バラコ1648円。じゃーん、じゃーん、こちらちゃん大好きのやつです。これはもう1回買ってからずっと買ってるかも。ハマったな。これはね、使いやすい、うん、何でもパスタ、うん、うどん、うん、あとチャーハン、うん、そうまあ、楽に味付けできるし。そう、ほんと、この前私が引っ越しの時に明太ポテトサラダ作ったんやけど、ちょっとしか食べれんくって、ちゃんがもうほとんど食べて、もうびっくり、めっちゃ大量に作ったのに、ま、全然食べれんかったと思って。まだ言うてる。
食いもんのやつだな、うん、恐ろしいよ恐ろしいやろ。でもこれはほんまに使える、うん、もう辛くって美味しいし、うん、うどんとかでも一玉半分で全然いけんのよ、うん、プチプチ感がある。そう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 、まあこれはでももう有名やから皆さん知ってると思うねんけど、うん、解凍も早いしな、うん、そうそうそう、うん、ちょっと手で温めとったら解凍するんちゃうかな、うん、そうそうそう思うぐらい。なんかやってる間外に置いといたらすぐいけるし、うん、すぐ溶けるし、うん、これはほんまに使いやすくて、まあ値段はちょっとするかなって思うけど、うん、まあでも買うよね、使いやすい、うん、チャンの料理には結構入ってるかも、うん、そうそう、だいたいこれ入れる、うん、続きましてオーガニックブロッコリー1468円、じゃじゃーん、これは初めて買ったかもしれないです。ブロッコリーは結構うち食べるんですけど、あのスーパーで何茎付きのを買うよりかは冷凍で済ませてしまうことの方が多い。あれを1個買った、あれ1個結構高いじゃないですか、ブロッコリー198円だもんな、うん、もう そういう時は買わへんし、なんか140とか160ぐらいの時にしか買わへんし、うん、あれ買っても結局うちすぐ 1回で食べてしまうぐらいだから、割って2回やから、うん、もう大きいので、うん、なんかもうサラダとか炒め物とか野菜とらなっていう時にもうすぐ取れるから、うん、そうで今回なんかオーガニックのがあって、オーガニックと違うのがあったけど、こっちをちょっとちょっと割高やったけど、こっちを買ってみました、うん、どうかは分からへん、初めてやから、うん、まあ食べてみます、こんな感じ。続きまして、いわきの PK& レンジセット7 2998円。これはずっと私欲しいと思ってたんですよ。で楽天とかでもずっと見てて、うん、欲しいなって思ってたら、今日ちょうどなんか期間限定で販売に来てはって、でいろんなタイプのセットがあったんやけど、うちはこれにしてみました。この色やな、うん、この色で、このなんかプラスチックじゃないやつ、うん、そう、なんか開け閉めがあのちょっと硬い、プラスチックの方がストレスフリーで開けれるみたいな感じで言ってたんやけど、でプラスチックのやつの方が可愛かったんよ、ベージュで蓋が、うんうん、プラスチックのやつがね可愛くて、そっちにしようかなって思ったけど、ちゃんはでもガラスの方がいいんじゃない見た目みたいな感じあって、こっちはまあ食洗機ダメとか言ってはったけど、うちは食洗機ないのでまあいっかみたいな、ちょっと開けにくい、ちょっと硬い感じやったけどいいかなと思って、こう大きいのと中くらい中くらいとちっちゃいのが4つ、で値段が2998円やってんけど、アマゾンで見たら5500円。なんかこのいわきのサイトで見たら5500円やって、で今最安値がアマゾンかなんかで3300円とって言ってて、うん、うん、とかって言ってて、だから今日コストコで買うのが一番安いのかなって思って買いました、うんうん、なんかここにも、うん、書いてあるんだけど、オーブン OK、 そのまま食卓、蓋をしたまま電子レンジ OK、 洗いやすりシンプルなデザイン、小スペースで小分け保存も OK、 積み重ねができるっていう感じです。大きさもここに書いてあった、こんな感じだから作り置きの時とかいいんじゃない、ちょっとグラタンの時とか余ったり、まあ余らんのよねつって、あんまりもうほんまに作り置きっていう感じで、もう花から分けないと全部なくなる現象あるってえみたいな、最初から分けとかないといけない、そう作り置きで作ったのにみたいな、学習しないと、うん、でもその意図は伝わってるかなと思って、きんぴらとか大量やったらさ、次続きまして、ロメインレタス298円、じゃーん、これめっちゃ久しぶりやな、うん、久しぶりやな、久しぶり、
ロメインさん、まあ、これを美味しく食べるためにもやっぱ叙々苑が必要なのかな。そう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 、これもほんまに 生でもいけるし炒めてもいけるし、うん、食感がいい。食感がいいね、うん、うん、とっても、うん、で好きで、なんかこれもちょっと今日安くなってて、うん、久々に買おうか言って買ってみました、うん、こんな感じです。以上です。あ、全部、はい、行きました。以上が18点で19,600円でございました。チャリーン、高い。ほんでガソリンも入れたし、ガソリンも安いガソリンは安いな、コストコさんがやっぱ一番安いですね。マックスで入れた、うん、マックスで、うん、そうやね。今日はね、あのコストコに行こう言うてコストコに行ったわけじゃなかったんよね、うん、今日は本当の目的は、エアコンをね買おうかと思って、なんか安売り屋さんみたいなところがあるって、うん、TikTok で出てきてね、2人ともの TikTok で出てきてな、うん、出てきた。そうで行ってみたんですけど、うん、まあ、結局なかった、うん、やっぱ開放なんか多分仕入れて、うん、なんかこの日に出すぜみたいなエアコン、うん、もうエアコンじゃなくてまあそういういろんな家電とか分からへんけど、その日にやっぱり人気のやつがこう出ていく、うん、そうあったけど、うん、やっぱ中古やからね、うんみたいな感じのやつやったね、うん、うち引っ越ししたんですけど、1台は賃貸なんですけど、1台はエアコンがリビングについてたんですよ、うん、でも寝室にはついていなくって、1台しかついてなくって、前の家の時もそういう状態やって、うん、で寝る時、暑い時とかは結局リビングに布団、うん、ベッドを持ってきてみたいな生活をしてたので、今回は寝室に、まあ、長い目をで見てね、かもう買おうと、エアコンをっていうことになって、で、まあ、夏に買うよりもきっとこの3月の決算期に買う方がいいだろうということで最近探してるんですよ。で、な、電気屋さんに行った時もやっぱり今買うのがいいかもねって言って、うん、そう、あとまあまだ今ほら、まあ、電気屋さん、いや夏言っても知れてますよって言ったけど、あ、そうそうそう、工事、うん、で最近、去年はそうでもなかったんやって、コム、なんかその買ってから設置までに 1,2 ヶ月かかるみたいな印象でいたんやけど、うん、夏ね、繁忙期の時は。でも今はそうでもないって言ってたね、2週間ぐらいで着くかもみたいな感じで言ってたから、まあそんな前もって買わんでもいいかもしらんけど、もしかしたら3月が安いかもしれないから、うん、そうですね、うん、まあ買い時期としては今かもみたいな感じで言われてたので、最近見に行くようにしてます。してます、うん、そうで今日そのお安いと思うところに行ってみたんやけど、まあ、思うようなやつには出会えんくって、うん、帰りにちょっとコストコ行ってみたいな感じでしたね、うん、そう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 、そんな感じでございましたが、うん、今日ね、行きしにな、マクド食べててんな、んで、なんかマクドでわらび抹茶黒糖を、抹茶黒糖わらび餅パイみたいなのが出てて、めっちゃ美味しそうと思って買ったんですよ。でまあ全部食べたんですよ。食べて、でその 電気屋さん、うんうん、っていうのを見に行っとったら、うん、なんかちゃんが「ちょっと待って」って言い出して「え、何?」って言ったら、なんか私めっちゃ汚れてたみたいでなんか緑の、うん、なんか入浴法のみたいな感じやったんですよね、ここら辺。君が動画上げるの何時よ。ごめんなさい、お食事中だったらごめんなさいね。でももうなんか汚い感じになってたわけ、ちょっと口から出たもんみたいな感じになってしまってて、うん、で、ちゃんがえってなって、私全然気づいてなかったんですよ、うん、でえってなって、ちょっとインスタの方では上げたんやけど、うん、急遽ね、ちょっと今拭いたんやけど、まあまだちょっとよく見たら汚いかもみたいな、もうよりによってね、白を着てる日になんかこぼしてて、しかも全然気づかんくって、うん、
こぼした覚えはなくて、多分ねこぼれたんやろうけど、シートベルトとここに挟まってたのかな、あんこがな。そうで、ここのシートベルトについて多分こう擦れてて、うん、首とかにもついてて、うん、ちゃんからはもうえらいゲロ女言われてひたすら、そう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 。だからもう今日なんかコストコ行ってたけど、もう誰か視聴者さんがいてももう私に話しかけないでください、言ってめっちゃ汚かったからな、うん、なんとかなりました。あ、でもすぐ洗濯します。ですわな、びっくりした。こんな感じで、まあ、今日はエアコン見つからず、もうちょっとまたかな、電気屋さんを回らないといけないかな、まあ、そうやね、ビッグカメラがいいのかもしれないね。まあ、でもまたいろいろ回って、まあ、まあちょこちょこいろいろ見てから、うん、またあの電気クーラー、エアコンでおすすめがあったら教えてほしいです、うん、どこのメーカーがいいよとか、うん、どういう機能がついてんの、そうそうのいいよとか、まあ、欲しいのは6畳ぐらい、うん、の大きさで十分かなとか思って、そうそう、とりあえずは1台はその分ぐらいが欲しいかなと思って、うん、どこがいいかとかをちょっと分からなくって、なんかいろいろなメーカーによって機能があったり違うやん、うん、なんか内部で掃除してくれるやつとか、うん、のあと何やった、こうあの暑がり寒がりとかで温度こうなんていう、当てる当てへんとか、あと何この、汚れを固めて、ああ熱で浮かして、うん、で凍らして、うん、で流す、うん、掃除ね、掃除いらずみたいな感じ、 Wi-Fi で操作できる、あそう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 、なんで何あの掃除の仕方もいろいろここ外れてとか言ってたよな、そうそうそう、なんか昔に比べたらそう掃除しやすい、そうそうそう、中のその水の水滴のところがカビとかになっちゃうやつあるじゃないですか、うん、なるじゃないですか。で、そこもこう拭けるよとか言って、うん、そうそうそう、そんな感じになってる、うん、そういうのがあったり、まあ、ちょっと私らもなんか決めきれてないから、うん、なんかいいのがあったら教えてください。ということで今日は購入品コストコの購入品紹介でございました。何か参考になれば、一つでもね参考になれば嬉しいです。以上です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。